はい、場所を変えて、ここはどこですか？ここは G プラザっていうバーの大宮で一番いいね、はい、だってちょっと見てこんな広いんだよ、すごくない？なんか俺のこと落とそうとして、違う違う俺が落とされそうになったからそれなりの場所用意しなきゃなと思ってそういうこと。はい、あ、なんで、乾杯。乾杯。ちなみに今 DOA もしたラブホだから。え、どういうこと？1回キャバクラ、2回キャバクラ、3回ラブホの4回ホストだから。すごいっすよ、うん、面白ビルじゃん。面白ビル最近エッチしたしてないんだよね。あ、したな。した、うん、いつ焼いてんの？え、ちょっと怒った感じがある。僕1週間いないぐらいかな。マジ？なんで？ないの？ない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 。旬のチンチンで思い出したんだけど、なんかゴールドジム、わかったかもしれないゴールドジム行って、うん、2人でこう筋トレして、でシャワー浴びよっかっつって、うん、俺はね、まあ、当時、まあ、19、20歳ぐらいで、はいはい、裸の付き合いっていうのがあんまり好きじゃなくて、うん、従業員とかさ、仲間の前で裸チンチンを見せるっていうのが抵抗があったのよ、はいはい、だから見えないようにさーってこうシャワー浴びてさーっとこう出てくる感じだったんだけど、シュンがもうドヤーって感じで普通に全裸になったのよ。チンチン見たらカスクだったなら出れて買う向けって向いてから出せよって言った話をすごい覚えてる。俺もめっちゃ覚えてて、シャワー浴びて上がってきてみやびんと目合ったんだよね。そうあーって会って、なんかこうやって見て、そう、ブルーって向いて俺のこと見て向いてからね、向いて何みたいな感じで二度目したのあれかも、仲良くなったの今のジム行ってないの？もう行ってる行ってる。え、行ってんの？言ってる。えー、偉っ。親父狩り対策親父狩り対策本当に怖いじゃん大宮治安悪いぞ。え、あれなんか一時期水商売の人が狙われてる時期があったの。え、怖っ。そう、なんかあった時に動くなきゃと思って今で車じゃないの？車車車だよね。うん、なんかさ、電車とかさ、うん、乗ったことあまりないし本当に電車が乗れないのよどういうこと？電車乗れないの？なんで？いや、例えば大宮からどこどこ行きますってなったらさ、はいはいはい、なんか20何番線までとかあるね。大宮多いよね、めっちゃね。あ、多いんだ、やっぱ多い多い。だからもう、いちいち駅員さんに聞かなきゃいけないじゃんで、新宿ちょいちょい、まあ何回か行ったことあるけど、うん、あ、出たい出口に出れないの、まずどっから登ったらこっちの出口には出れませんみたいなあるあるある。もうそれが全然覚えられなくて、もう、おのぼりさんですね大のぼりさんでねせっかくみやびと飲んでるからさ、うん、昔のさエピソードトーク、うん、みたいにいっぱい欲しいね。ないかなはい、ちゃんちゃんでもね、ちゃんちゃん言わないで言うかも。なんかね、あのみやびがプレイヤーの時に、うん、はい、ちゃんちゃんって言ってたのよ。それが俺面白くて、俺未だに使ってるわ。やっぱ憧れてる、憧れてるいや、噛んだからダメ本当にやっぱね、こんだけね、ホスト界で一番尊敬してるって言われると俺もね、鼻がでかいよ。でかいよ一秒一秒みたいな。鼻がでかい。そっちか。そっちか。そっち。いや、鼻がでかすぎて当たり前だったから。そこはもう当たり前じゃねえ。当然のことだった。当然のこと。そんなこと言ってたんだよ。そう、ずっこむあれがなかったもん。ボケリじゃなかったんだ。俺はもともと本当大学でさ、うん、大宮のロフト行こうと思って、うん、声かけられて、ホストやんなみたいな感じから入ったからね。もともと2部いて、ニアビーも2部だったのね。2部だね。嬉しかった。中途半端にナンバー2はこうギリ入ってたけど、2、3、4らへんをこううろちょろしてて、だ中途半端に売れてた感じだったんだよね。で、それでなんか2部が閉まるじゃないけど、1部がオープンしてた。そうそうそう、1部が新しく作るってなって、そこで先にシュンが行ったんだよね。で、1部はなんかもうゼロスタートみたいな感じの説明だったから、じゃあ1部で改めてやろうみたいな感じになってて、みやびんもそこになんかちょっと助っ人みたいな感じで、仕事教えられる人がいないから、うん、ちょっと教えないみたいになって、だ、俺、その昔のさ、ホストってさ、まあ、地方だったっていうのもあるから、うん、ホストホストしてなかったのよ。ノリと勢いでこう上げるみたいな。いわゆるその、営業か。そうそう、営業か。色恋とか、そう。なんもなくて、そう。その場のノリと勢いとかね。で、シュンが一部行って、こう一緒にこう上がってきました。シュンの営業を見て、こいつやべえなって思ったのよ。ブランディングっていうかさ、うん、ブランド力の上げ方がめっちゃえげつなくて、はいはいはい、例えば、女の子が、うん、
まあ、十数万のボトルを入れたのよ。はいはいはい、はい、でちょっとこう一緒にこう話してたんだけど、うん、でこの後どっか一緒に行こうよみたいな週に話をしてて、俺だったら本当に行こうよってどこ行くって話をしちゃってた、うん、あ、はいはい、けどお前は俺とこの後一緒にいたいのにこれで行けると思ってんの怖っ俺ってそんな安いんだみたいなことを言ってたのよ。それで俺、あ、これがホストだなって、ね、ホストだわみたいなのをすげえ感じて、当時はお店の中でも一番喋れてた方だったし、 そうだね、その空気を持っていくのが得意だなとは思ってたんだけど、うん、これは勝てねえなみたいなのを感じたのがすごいね、挫折感というか、うん、こいつには勝てねえのかなみたいな、すごいなんかいい気持ちになった。そうだから本当にね、旬でホストとしての俺の価値観が広がったよね、ってのは本当にある。嬉しいけどグイすればいい気持ちよくしたから交換交換でしょ、気持ちよくさせ合いでしょこれヘルプヘルプし合いヘルプし合いなんか俺はさ、うん、今自分的に覚えてるのは、うん、めちゃめちゃ今に比べてオラオラ営業だったなって思った。ああ、俺様というか、そうだよね、もう世界が俺中心に回ってるみたいな感じだったから、うん、初めてかもしれないけどお客さんのお財布取って、うん、お前スイカ払ってしょってじゃあ帰れるじゃんやばっやばっみたいな感じをやってた。そういう時代だったよね。グイグイでもいけてたじゃん昔だし、なんか、まあ、今ってさもう昔と比べて全然さ、うん、180度ホストのさ感じが変わってるなって思うよ。あアイドル化してると思う。あそうだね、アイドルアイドル化、まあ、SNS もこんだけ発達してると思うし、うん、その時の方がもうなんかゴリゴリにホストしてたんだよ味わい。だから昔のホストさんの方が今の比べて、まあ、そういう仕事できてた感もあると思う。お客さんの層も変わったよね。ああ、層も変わったね。めっちゃ変わった。やっぱその、ホストに来ない層が来るんだ、ちょっと。そうだね。いいことだけどね。ありがたい話なんだけど、そういう人が。オーランドさんがやってるお店なら、ちょっと安心感みたいな感じで、うん、そういうのが来てくれたのは嬉しいなと思うし、だからそういうのを増やさないとダメだなっていうのは、めちゃめちゃ思う。で、歌舞伎町がいいところはさ、歌舞伎町自体を盛り上げていこうっていう意識が結構あると思う。街を盛り上げる意味ないみたいな感じでやってるから歌舞伎町ってあそこまでなんか発展してんだなっていうのは働いて思う。トイレ行ってきます。1回目トイレです。あの数えんな数えんな彼いっぱい行くんでなんかニューハーフ、ニューハーフだね。ニューハーフホストがいたんだよね。何回かベロベロになってお店で寝ちゃっててパッて起きた時に俺ちょっとはだけてて、俺やっちゃったのかで、シュンが辞めて、その後辞めたのよ。はいはいはい、はい、そしたら、お客さんとして来てくれたの。あっへー、指名で入ってきてくれたの。みやびに指名で、そう、俺指名で来て、もう俺は、怖くてしょうがない飲んでくださいよもっとみたいなあ、こんな感じじゃない、飲んでくださいよもっとちょっと、ドスの効いたすごいだったから、ね、で、めっちゃ飲まされて俺は今日抱かれんじゃねえから、やられんかなそっからも来てない。そっから来てない。あの時ひどかったじゃん。なんかさ、俺もさ、俺のこと好きみたいな感じで、うん、王様ゲームでさ、俺何回も出たの。何回もキスしたし、プラス、なんか、非常階段じゃん。うん。非常階段でめっちゃキスだったことある。じゃあ逆に、なんで非常階段に行ったの？まんざらがないの。やっぱり、今日もなんかあるな。キス気づいたけど。ないないない。ここで、やけにさっきから手こうやって震える、震えてるみたいなやってるなと思ってたけど、さっきからめっちゃ手触ってんのこうやってなるほどね、そういう戦略ね。いやないよ、やだよ、ない、マジでない、パイパーなんだよ、あれ、俺もパイパー、あるな。嬉しいね、こうして繋がってるとなんかって、本当俺もミヤビンぐらいだもんね、まあ、地元の友達もマジでいなくて、だろうなでもだっている俺はここ3、4年で増えた。あ、逆に増えたっていうか、その昔の友達とそういう会ったり、うん、飲み会に参加するようになったのよ。あ、でもそう最近誘われてはいるんだ。誘われてはいる、ね、それってすごいと思うよ。まあねそういうとこあるんだよ。なんかね、俺もね、一回シュンとね、こいつと合わねえなと思ったことがあって、そういう昔の共通の従業員、もう今、あの子供生まれて、うん、持ってるんだよみたいな話をしたのよ。うん、そしたら、シュンからの返信が、諸行無常なむってきたの。その瞬間に、なんか違う世界に行ったんだなと思って、もう仲良くなれない。そんなこと言ったけど。いや、マジで。そんなこと言った俺。LINE残ってないかな。そんなこと言った俺。いや、言ったよ。あ、無理やこいつと思ったもん。あ、ほら。え
して見せて。映るの？映るよ。なんかやばい宗教に入れられるんじゃねえかって。怖いね。当時髪の毛もさ腰ぐらいまで伸びててさ、なかったね、回ってたじゃんあるって。そうだ、旅してたんだよね。そう、うん、あれは憧れた。憧れる。え、めっちゃ憧れた。へえー、三重瓶でさ今ふと思ってたさ、うん、ずっとそこじゃない？そうだね。あのね、入って2ヶ月目ぐらいで当時寮に入ってたんだけど、うん、半月ぐらい無血しながら、うん、まあ、歌舞伎町とかいろんなお店を滞入回りまくってた。へえ。それで寮に当時の内勤さんが来たんだって、うん、おめえ何してるんだよって。俺夜のルールとか全く分かんなかったし、分かんないまま、あ、すいません、まあ、ホストやりにあたっていろいろ見たいなと思って体験入って回ってましたって言ったら、ボッコボコにされたの。ここだけの話、昔のホストクラブってこれが多かった。うん、すごかった。フルボッコ。俺はさ、何も分かんないのにそんなことされて、ふざけんなと。はいはい、うん、とりあえず、話さなきゃいけないから、今からお前の店舗の代表とか行くからみたいな、うん、来てくれて、俺も分かったと思って、はいはい、当時優しかったからさ、前がらってたし、うん、分かったと思ったら走ってきて、そのまま走った勢いでボレーシュート顔面にバーンってやられて、なんでーすって鼻血垂らしながら。でもいろいろ話して、2、3日休めよって、顔腫れてったら休めよって言われて、もう身がやっとんだろうと思いながら、でそのまま 2,3 日経ってやめてやる、はい、で、まあ、話行こうと思って出勤時間ぐらいにこう行って、うん、でこう座って待ってたんだよ、うん、内勤、当時の内勤さんと話そうと思って、うん、そしたら、まあ、先輩に、うん、何座ってんだよって、もうそういう写真のテンポやれよって言って、とりあえず応じして、うん、で、まあ、営業始まって、うん、でヘルプついて、まあ、ベロベロになって泥酔したまま気づいたら帰ってて、それが9時までです。あれって、もう既成事実だ。おかしいな。すごいね、なんかそういう話、なんかジャニーズっぽいね。ジャニーズなんそれ。ジャニーさんがさ、言う気したいなよって言って、今嵐ですみたいな。怖いよな、今思えば。そうそう、入店3ヶ月まで俺給料明細見たらマイナス65だから、ね、えって。マジでそれはどういうこと？マイナスの半年間が無血扱いだったの。あ、無断欠勤、いろんなとこ回ってたりとか、無血扱い扱われたから、で、給料明細赤字って何やねんと思いながらも、とりあえずこれをひっくり返してやろうみたいな、はいはい、どうにかしてやろうと思って、ね、今ほど頭おかしいよね。おかしいよ。すぐ警察行きますね。4層セタレ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 汁が何ですかこれ。入るかな。入る入るか。なんか俺のこと意識させようとしてんもん。怖っ。抱かれんかな。あのさ、えめっちゃ油拭いたやつをさ俺の携帯の上に付けるの。いやこれこれポンってさ。あ、ごめん、携帯やったの。携帯ごめんごめん。なんだと思ったの。お前何しに来たの今日は。え、いや、撮影しに来た。仕事でしょ。仕事仕事だ。じゃ仕事だ。俺に会いたいとかじゃないの。いや、でも会いたいよ。仕事じゃん。だって次どうする、まあ、次いつ飲むみたいな。やめろよ。ん、次の、じゃあ、みやこやめろよ。お前に会いたいと来たんだから言ってくる。やめろよ、そう言うね。ドンペリ。ペリさんみたい。ハハ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 ハ。現代に生きる著作家。現代に生きる著作家よ。大宮にいるのかどうか。いたいた。絶対だろ。なんかさ、従業員もさ、この、ね、こんなんやったからさ、みんな見るわけじゃん。まあそうだね。その中でさ、俺が出て、1万回再数、10万回再数、100とか出たらさ、100はないけど。何言ったら、よかったなと思っていい。まあ、平均5000だから1万いってほしいね。あ、なるほどね、うん、今んとこ俺が自分で自分の人生語ったから2万、うちの店のナンバーワンの達人社会で 1万とか2000ぐらい。次ボーリング大会みたいな手帳の中でレクビーション取ったらそれが6000ぐらい。その次はい、それより下だよ。確定や。いやでも俺はこれからもその2年で絡みたいから、その伸びてほしいなっていう感じの。ちょっと待って待って待って、伸びなきゃ絡まない。絡まない。
何やこいつ悲しくなってくるわ伸びなきゃ絡まないよ。いや、絡まない。営業だ。営業。仕事できてんだ今日。皆さん今日は仕事できてます。俺の気持ち返してほしい。今日はあの散々飲んでお店のお代0円でした。格好つけたのに。格好つけたのね。そう。俺は今日撮ってて思うんだけど、うん、この視聴者はさ基本的にさ誰ってなんじゃん。大体わかるでしょ見た瞬間に。まあ豚かって言うの。おい、誰かもう痩せたんだよ。あとさ、俺目線どこだ目線、うん、俺の目線はどこが正解なの。だから、シュンをこうやってさっきから見て喋って、うん、それでいい。いいんだよね。俺の顔、全部髪の毛で隠れちゃうんじゃないかなって。だからちょっと斜め前をこうやって抜いたりするんだよ。で、横目でチャッてこう画面見る。ちょいちょいカメラに喋るじゃん。俺、うん、いや俺は、そうだね。俺と喋ってんじゃないの。で俺はちょいちょい思った。あれなんか急に、急になカメラと喋り始めたって。すいませんすいません。そのまま宮城に 100% 向けなきゃいけない。そうだよね。それごめん。そうだよね。あ気をつけてほしい。すいませんすいません。ごめんね、じゃあ宮城と喋りながら。いやいやいや。2回目の取り行きます。2回目だよ。たまにこうやって取られてオナニーするから。はいはい、俺さすごい困るんだけど、うん、ホスト界でさローランドさんってレジェンド的な存在じゃん、うん、いざこうローランドさんをこう名前出すときに俺がローランドって言っていいのか。ただローランドさんって言ったらなんか俺知り合いぶってるみたいな。わかる。従業員と話すときにさ、うん、ローランドってさって話したらさ、うん、なんか俺も複雑な気持ちなんだよ。同じ業界にいて、うん、上にいる人間を呼び捨てにするのもなんだし、シュンっていう存在がいるから、うんうん、だけど俺が知らないところでローランドさんってさ話したらさ、うん、なんでお前なんかちょっと知り合いぶってんのみたいな。めっちゃ真面目や。いやいや考えるめっちゃ考えるよそれ。だからそれを正解がどれなんだろうって。いいんじゃん、ローランドさんでいいんじゃない。だから気持ち的にはローランドさんなんだけど、うん、知り合いぶってるみたいな感じがされるから嫌じゃん。じゃあ、旬のせいでそれがなったの。だそういうさ、この、つながりがなかったから、今までは。けど、旬のおかげで、こうさ、親近感じゃないけど、あ、近い存在というか、どうって呼べばいいんだろうみたいな。もう好きに呼んでいいんじゃない。ローランド。サンドはでも、ロー君でいい敵は。ロー君は。いいよ。お前があんのそういう、いいよ言う権利ある。俺はある。なるほどね。じゃあ、旬がいい言うなら。ロー君。ロー君。今日から従業員で、あ、ロー君のさ、何使ってたろうと思って言ってもらって。あ、何杯目？3杯目、4杯目？ 4ぐらいだね。うん、ウェイ。ただね、4杯目乾杯したけど、何これ？なんか、僕飲んでますみたいなやってきたら、しっかりよ。じゃあこれ、これチェイサー、チェイサー、チェイサー、チェイサー。チェイサーだった。チェイサー別であり。チェイサーこれなくなってるから。なるほどね。そうやってやってんのね、いつも。なるほどね。俺飲んでますってやってるけど、裏では、全然飲まずに、やっぱ、人は飲ませるけど、自分は冷静でうまく、そうだよね。悪い。回さなきゃいけないからね。悪いですね。いや、嬉しいね。何が？怖い怖い。あ、やっぱり。何されんの結婚する？いい。抱かれるやん。だって大丈夫。怖い。なんだよ。元後輩に抱かれ。せめてだっけ。せめて。そんな俺のなんかね、ケツプリン出してるとこ見られるよりは、ちょっとオラついてオラーってやりたい。大ご飯ありそう。ねえよ。赤ちゃんや。俺普段お店でさ、本当に喋んないの、あんま真面目な話とかさ。いいじゃん、これで締め食うかも。会いたいっつって、初代行くの。え、可愛かったら今、つくよ。一回チェックするよ、カメラで。アップにして。飲むの、ま、飲めない。あ、全然飲む。無理しなくていいよ。あ、だる。たまった。だる、だる。店員さんも気使うから。飲むわ、飲む。またクラス減っちゃったよ。4杯来ました。4杯来たけど、シュン君はビールがまだ減ってますね。うるさいよ、ほんとに。それ、チェイサーだから。みやびんのさ、うん、今のルーティンはどんな感じなの ?9 時か10時ぐらいに起きます。で、一回抜いて、で、大体、まあ、6時、7時ぐらいにお店行って、まあ、みんなのフォローしたり、まあ、話聞いてあげたり、やっぱね、やることたくさんあるから。って言いながらも、ちょいちょい、7時ぐらい、6時には大宮には来てるのよ。うん、
絶対に大体7時ぐらいまで車に乗る。すぐ出ろ。すぐ車が出ろ。すぐ出ろ。じゃあよ、なんか行ったら行ったらさ、いつもならふわーっとした空気でやってるはずなのに、ああ俺が来ることによってなんか店がピリついちゃうみたいなのを聞いたから、早く行き過ぎてもいけないんだなと思って、うん、あの部長っていう役職までなったらあるだろうね。じゃあ一番キャストから行って、うん、よく現場出て一番上、うん、そうだね。エロエロい。言ってない言ってない。エロって聞こえて変わった観点かな。さっきすごかったもん、なんかその、まあ、さっき撮ったけど、いや、その気にしててみたいな、すごい。あれは、多分撮影してるから言ってくれてる。普段はそんなじゃない。ないの、うん、全然違う。さっきまでグラスでもらったのに、ボトルでチェイサーをくれる。まずは、チェイサーあれでしょ、これだ。だからそれ飲み干してからじゃない。これ飲みます。そうだね。チェイサー飲み干してからじゃないともう。嫌だ、もっと先輩みたいに映るじゃん。いや、もう映ってるもう映ってる。楽しいわ。まあ、見てる目はすごいね、やばい。美味しいだけ。もう何ってか全然わかんない。めっちゃ飲んだよなと思って、俺ね。ああ、うん、ちょぱってやめて。お互いさ、水商売でさ、うん、この人間関係がいかに激しくてさ、うん、8年経ってもこう続いてるってことさ、俺ら一緒に入れる？うん。いや、俺は痛い。なんかこういう、こんだけ繋がっててすごい嬉しいと思って今日会ったんだけど、なんか蓋開けたら、なんか YouTube がために来てるんだけど、いや、みやびにダメだから。違うでしょ。え、みやび自分の YouTube の別に考えてて、うん、俺の YouTube の撮影でした、うん、でも誰一人バズるみたいな人いないじゃん。宮城含めいないおい含めんなってことは俺は相手だよ。結局なんか仕事や。あ、今だから仕事でしょ。半分以上そう思っちゃうんだ。思わせてるのお前やそう思っちゃうんだ。思わせてるのお前や。じゃあいいよ。ね、待って、違うよ。そういうんじゃないから。何じゃあ。そういうんじゃない、やめて。いや、お前そう頑張るから、私。頑張る？うん。何これ？ホストコント。ホストコント。こういうのも、大丈夫。撮ったら、切り取りで、あの5秒くらい使ってくる。5秒くらいで。5秒で ?5 秒で使ってくんない？ふざけんなよ。やりそうよ。逆に真面目な会話の方が変わるかも。なるほどね。何かあったかな。シュントの真面目な話なんてねえからな。ねえな。ねえや。俺が喋ったらそういうこと。俺で喋ろう。俺についてさっきも言ったけど、水商売っての、その水商売のお客さんも含めて。髪型かなんかさ。うっ。ゲロ吐いてよ。ここにゴーギー、ゴーギーがやばいってゴーギーがここに一冊当てられた。まあ、怖っ怖っ。やられたわ、次はゴーギーここに。もうやめて普通に話して、使えなくなっちゃうから切るかね、今のあんまり人間でいいからどうした、何やけど、ちゃんと一緒だと思って。これからちょっと3回目の、ちょっと待って、俺のこといじろうとしてるけどさ、俺がトイレ行った間に流したでしょ。流したよ、やめこれは、うん、あの記録してるんで、ほんとに。ちゃんと飲みました。マジで。嘘やん、絶対。マジマジ、ガチガチガチ。だって、これはガチ。本気で待って、本気で待って、ガチ。なんかね、うん、ちょっと前までね。はい。じみじみ言われてたのよ。いつもこんな感じで髪も暗くて、じみって言われてて、ちょうど、その口やめて。ちょうど、昨日、髪を染めたのね。え、ちょっと明るくしてメッシュみたいな、メッシュを入れたのよ。なんか違和感ないの？8年ぶりに会ったそれはね。いや、従業員からするとさ、ピックからあいつめっちゃ気合入れてチャラくしてきたんじゃねえかなって思われてんじゃないかなっていう心配。ああ恥ずかしい。いいじゃん。ないいの？だって元のキモいんだから。何がキモいんだ。なんかちょっとロン毛にはしたくて。え、何を、そんな困った顔で。ロン毛？そう。
なんでちょっとバカにした顔してるの。そんな今の顔をしっかり映してほしい。マジで性格のマリコンね。ちゃんとそういう時は映んないようにこっちへカッて顔向けてやるんだな。やめてそんて、やめて、ないそんないよ。難しいわ。ないっすよ、ほんとそれ。そんないっすよ。怖っ。ピッピーもらってもいいか。やべ、やったか。ピッピー、はい、いいよ、うん、はい、どれでしょう。ピッピー難しいよ。大変だね、YouTuber。 そういうのをやんなきゃいけないんだ。そうだよ。女、女、うん、さっきのあの、リオのナンバーのもう少し話したかったです。大宮ってマンボウがこんぐらい幅が利かせんの。もう大宮ってな、こんぐらいマンボウがあんの。マジで入ってないもん。マジで価格に入ってないから満喫のマンボウがこんぐらいの、こんぐらいのレベルであるのよ。マンボウってこれでしょ。もう、おや、マンボウ。しかも大宮のマンボウってビップルームがある。ごめん、行ったことないの。お前ない。1回、2回しか行ったことない。俺のなんか、その中では、うん、大宮でマンボウビップルーム行ったやつは、うん、売れてる。なんで、あ、何回か行ったよ。何回か行ったけど、あんま記憶にはないけどね。何回かは行った。4回ぐらいかな。うん、うん、マンボウに基本行ったことない。何リップクリーム売ってんだ。ちょっと待って、ね。急にリップクリーム塗るなよ。ないの。ね、楽しいんだけど。これあんま。喋ってっからね。あ、ならない。うまいな、お前。じゃそんな変な、そんな安い、安いしょっぱいリップ使ってっからでしょ。お前だけや。安。お前のさ。いや。時代はメントレーターの。紹介しろお前。これがね。本当に良くて。商品名は？メンソレータム。メンソレータム。安定な。本当に。生産者が進化してる。シュールはどうなん？今お世話になってるローランドさん。うん、そこに対してなんかあるわけじゃん。恩を返していきたいとかさ。ない。あの人何回も。次恩を返すって、うん、言葉とかじゃなくて、うん、俺はもう数字だと思ってる。ああ、なるほどね。どうしよう。かっこいい。かっこつけたから俺どうしようかなと思ってたもん。あの数字を担保するために頑張るって感じだよ。これ分かりやすいよね、本当はね。だから水商売って、これ分かりやすいがゆえに、俺はどんな仕事もできると思う。本社って結構シビアじゃん。そうだね。けどそこもさ、結局はそこを考えられる人間ってちゃんと数字を持って、今自分がどの位置にいて、どれだけ店に貢献してて、どれだけ利益を出せてで考えられる人間だけじゃん。そんなのすごく一部だと思うよ。まあだから その一部が売れるし、うん、その一部を大事にすると思うし。俺もあったのよ。え、それで聞きたい。それそのなんかね、ちょうど、まあ、1年2年前なんだけど、まあ、お店に対して400万ぐらいの借金を作ったやつがいる。それをお前はどうしたいのみたいな。俺はさ、やっぱ俺の下にいる以上さ、どうにかしてあげたいじゃん、うん、俺の願望なんだけどさ、それをどうにかしたいです。まあでもそれをさ、うちで雇うためには結局金が必要だったの、うん、それで、まあ、会社にね、お金出してもらって次にこう戻したところで、うん、お店にとってプラスになるか分かんない、うん、実際それがさ、商売としては絶対ダメだと思う。それを飲んでくれたの。ああ、じゃあお前が思うならいいんじゃない、やってあげたいと思うならやんな。けどなんかそこで俺の中で俺の考えを5を出してくれた俺の上司、そこに対して恩を返したいというか、親孝行みたいな。俺がめちゃくちゃ動いて上を楽してこう稼がせる、ね、環境を作りたくて考えてこう上とぶつかって下とぶつかってやってるんだけど、どう思いますか。はい、いやもう今のお返ししまーす。いや今ので全然十分よ。こんな話を聞けるなって感じの話だね。ホストってさ、なんかそのバカにされるんだよ。ああ、まあそうだ、ね。基本的に。なんか俺を騙して、金稼いでしょ、じゃんみたいな感じで。だけど俺はなんか、そうじゃないと思ってるから、ずっとやってるし、こういう熱い思いを持ってる人もいるなっていうのはもちろん感じるし。おしっこしてきていい？俺もしたい。どこ行くっけよ。サムネ用に、うん、あのチュー撮っていい。チュー、うん、サムネあの目立つから。どういうこと。サムネが、こういうサムネがどんだけインパクトあるかで、うん、決まるから。一回チューしよう。ごめんだけど
ます。いや、それはちょっと本当ごめん。はい。うわあ！開けちゃった口。構えた瞬間ちょっと口開けちゃった。だって俺今俺アホみたいに構えた瞬間。求めてたよ。うちの従業員に送った。やめろ。何をやってうまん。なんでうまんなの？飲んでないから。飲んでない。だって俺なんか旬のやつ飲まされてるし何回も。そういうのは YouTube には載せないで。載せない。なんか、うん、俺飲んでますみたいなやつをやるわけじゃん。旬の視聴者は旬くんすごいいっぱい飲んでわーみたいになってるわけでしょ。うん、俺もやられたよ。俺のファンはここでできないん。できるかもしれない。何？1位。2、3万人見てくれて1位。1か。アイス。その1を俺は。アパのね。にゃんだ。酔っ払った。おい、今日はこいつが差し飲み相手。名前は？みやび。じゃ今ね。そういう、やってないよ恥ずかしい、恥ずかしい、うん、僕やるよ、うん、今日は、シュンと、うん、ミヤビ今日は、シュンさんが、初めてホスト始めましたっていう段階で、ホストクラブ DOA、埼玉大宮の DOA のその雰囲気を出させていただきました。あの埼玉大宮利用へよろしくお願いします。ローランドさんのお店大尊敬です。その上で頑張ってます。しゅんくんも頑張ってました。見てください。ありがとうございました。ウェー